この感じ。どうやらたどり着いたようだな。神の座す深淵に。ここに奴がいるんだね。ちょっと緊張してるのバレた？怖いってどういうことか今は少しわかる気がする。だけどこれを乗り越えてこそ私が私でいられる気がするんだ。勝て。は？なんだって？勝って終わりにしよう。僕らはそのためにここに来た。だってさ。いや、絶対言ってねえだろ。失礼した。緊張で少々口が震えてね。泣いても笑ってもこれで最後だ。共に戦ってくれた君たちには本当に感謝している。お礼言うのはまだ早いって。全部終わらせてみんなで笑いましょう。おせっかいな偽神様にきっちりお返事してやんないとな。いや、おめえも緊張してんのかよ。やれやれ、最後は決めるぞお前ら。ご登場みたいね。来るぞ。ですね、迷える子羊たちよ。これまでの道中にて今一度己の罪を振り返ることもできたでしょう。さあ聞かせなさい、何時らの答えを。もう諦めろサルマエル。こんなことをいくらやっても私たちの心は折れたりしない。そういうことだ。お前の言う日ごとやらを受け入れる気はない。ああ、なんと愚かな。安寧と平和への道を自ら否定するとは。散々えぐい嫌がらせしといて平和がどうとかよく言うぜ。悲しき子らよ、これは人類に対する救いなのです。あなたにとっては救いだとしても私たちからすれば大きなお世話です。そういうこと。自分の道は自分で決めるから。何時らは何一つ理解していない。その考えこそ傲慢、不尊、愚劣というもの。人々の中において何時らが強き者であることは認めましょう。ですがそれは一握りの存在。多くの人間は脆く、そして弱い。そのような弱者に対し、何時らのような存在が大義を盾に思想を伝播し、戦いを煽る。その果てに、あまたの人間が争い、傷つき、やがて先導者もろとも倒れていく。信念、人類、理想、いびつな言葉でその犠牲を飾りつけながら汝らはいわば戦火をばらまく病原菌。放置すれば人の世に破滅を招く。この世界はその大病を根絶するために生み出された場所なのです。そしてそれは人類における創意。その意向、甘んじて受け入れなさい。病気扱いだなんてひどい言われようね。お前の言いたいことは分かった。確かにいたずらに戦いを煽れば時に悲劇を生む。だがそれを恐れて痛みや苦しみから逃げ続けるのが生きることなのか。どんな逆境の中でも立ち上がるきっかけを求める人が、苦しみにもがきながらも
戦いたいと願う人はきっといる。たとえそれが自分のエゴに過ぎないとしても、人類の総意から外れたことだとしても、僕はそんな人たちに手を差し伸べ、共に戦える存在になりたい。それが怪盗団や彼女と共に戦う中で見つけた僕の意志だ。そういうことだ、サルマエルさんよ。俺らは俺らのやり方で行かせてもらうぜ。悪いけど、おとなしく言いなりになるほど優等生じゃないの。それでも道を開けないなら押し通らせてもらうわ。回収の意志とやらに逆らうのは初めてではない。逆賊と呼ぶな、それも受け入れよう。だが何者も俺たちの美学を消せはしない。人の多くを弱者だなんて切り捨てるあなたこそ、誰よりも人を見下してるんじゃないのかな。私たちだって強くない。それでも一歩一歩みんなと前に進んできただけ。みんなあんたが言うほど弱くもないし強くもない。そんな風に支配しなくたって自分の意思で進んでいけるから。痛いの嫌だから引きこもってようなんてのがダメだなんて私にだってわかる。神様だか本能だか知らんが、それを強制しようだなんて絶対お断りだ。何度折れかけようと、我が輩たちは自分の意思を曲げずに進んできた。それを総意だかなんだか知らんが、この程度で諦めると思ったら大間違いなんだよ。なんと物悲しい。聞こえています、ナンジラの悲鳴が。逃げています、ナンジラの苦痛が。どうやら平和的解決は無理なようだな。何を言っても私たちはお前の不条理には屈しない。彼の心の守り手として、彼らと生きた一人の戦士として、お前を倒しこの世界を変革する。実にくだらないことを。まさに狂気の叫び。力の行使は不本意ですが、これも全ては人々の求める救いゆえ、人類の繁栄のため。ここで存在もろとも抹消するといたしましょう。よし、やったな。我が輩たちの勝ちだ。モナ、それフラグ立ててる。なぜ、なぜこの身が、守るべき人のこの手で傷を、それほどまでに。この意志は今性質を、世のすべてに性質を。ねえ、なんか様子変じゃない？このまま終わりってわけにはいかないみたいね。みんな油断しないで。人類の願い、ナンジラの殲滅こそ我が使命。英雄の安寧のため消え去るがいい。醜悪なる争いの炎と共に。気づいたか？
よし。行くぞ。英語の性質こそ人類の願い。メスル。メスル。なんて数。問題ない。行くぞ。頼りにしてる。いい加減しつこいっての。ぶっ飛べ。なごめん、あずましみんな本体を叩けばせえ。情けないせいで君には随分迷惑をかけた。すまない。だがこんな僕にも意地がある。戦うことを教えてくれた怪盗団もみんなの意志を守りたい。苦しむ誰かを支え共に戦える人間でありたい。だから力を貸してくれ。もう一度立ち上がってくれ、エル。私たちの、僕らの心の火は消させない。滅ぼす、滅ぼす、滅ぼす。させるか。いけ。さよならだ。僕らは戦って勝ち取る明日を選ぶ。
これでどうだ。敵の反応は完全に消えてるってことは、私たちの勝利だ。うわはあ、さすがに疲れた。もう動けない。同じくね。さすがに体中が痛いわ。みんなボロボロだね。お疲れ様。早く帰って温かいコーヒーとカレーをご馳走になりたいところだ。ただ飯食う前提かよ。どうしろ。サルマエルは自分は人の心から生まれたと言っていた。ならいつかまた奴のような存在が現れる可能性もあるということか。ありえない話じゃないな。人がそれを願い求めるならいつの日かってことはあるだろうぜ。そうか。ならば証明しないといけないな。人は傷つきながらでも自らの意志で進んでいけることを。立派になったよね。応援してるよ。絶対。おい、やべえぞ、崩れる。この世界の創造主が消えたゆえ、ということか。退避！みんな、早く逃げるんだ。そして動けない僕に肩を貸してくれ。はいはい。自分の足で走るの。列車に戻れば脱出できるはず。もう一踏ん張りよ。お前ら死ぬ気で走れ。ラベンサ殿のところまで戻るぞ。そうしろ。早く待ってくれ。死ぬ。お帰りなさいませ皆様。ラベンサ殿、脱出、脱出を。かしこまりました。それでは列車は間もなく出発いたします。窓から手や足、尻尾などを出さぬよう。いや、そういうのいいから、とにかく出して。一度やってみたかったのですが、残念です。では超特急で飛ばします。お捕まりください。たのか。は、戦いの結末しかと見届けました。この光景もあなた方が貫いた決意の産物なのでしょう。この世界を作り出したサルマエルは倒されました。いずれこの場所はあるべき姿へと戻るでしょう。そうなればあなた方も自然と元いた現実へと帰れるはず。それまで心残りのないようお過ごしください。心残り？ああ、そっか。なら別れの挨拶を済ませないとね。別れってエル、一緒に来ねえのかよ。まさかここで消えるのか。ううん、消えるんじゃなくて戻るだけだよ。もともと私はサルマエルの支配からトウシロウの心を守るために生まれた存在。支配が消えたなら
また心の中に帰るだけだから、泣くな。どうしろ、無用な心配だ。すべてあるべき場所に帰るだけだ。そうだろ。涙を流す理由などどこにも。本当に素直じゃないな。戦い終わったらお別れとか急すぎるぞ。もっと話したいことあったのに。そうだよ、これからじゃん。ありがとう、双葉。短くても一緒に過ごした時間は忘れない。絶対に。さよならとは言わない。その気高き生き様、しかと見届けさせてもらったぞ。東四郎さんを通して私たちはつながってる。またね、エル。ユウスケ、マコト、君たちの聡明さには何度も救われた。私もさよならは言わない。また会おうね。消えるわけじゃない。頭では分かっててもやっぱり寂しいよ。こういう時スパッと別れられりゃかっけんだけどな。やっぱ俺にはできねえわ。私も同じだよ、ハル、リュウジ。君たちの純真さからは多くを学ばせてもらった。東四郎がまたいじけたら、その時はカツを入れてあげてほしい。もう行くのか。うん、そろそろ。そうか、やれやれ。正式に我が輩の弟子にしてやろうと思ったが残念だ。それはもったいないことをしたな。いつかまた会えたら教えてくれる？怪盗のいろはってやつ。もちろんだ。君の言葉はいつだって温かいね。私も東四郎も何度も助けられたよ。モルガナ、そしてジョーカー、あの時この場所で君たちに出会えて本当によかった。エル、ごめん、時間みたいだ。僕はもう迷わない。何度倒れたって、何度くじけたって、僕は僕の信じた道を行く。だから見ていてくれ。
違いない、ルブランだ。ってことは外の景色もいつも通り。うん、私たち帰ってこれたみたい。よっしゃー、やったな。おい、じゃねえ、東四郎がいねえぞ。彼は私たちとは違う方法であの世界に来た。だから別の場所に戻ってるって思いたいけど。どうすれば確認できる？国会に電話してみるとか？いやー、さすがに不審者すぎるな。あ、失踪中はあれだけ騒がれていたんだ。戻ったのなら何か知らせがあるかもな。無事でいてくれよ、東四郎。東四郎。東四郎さん、あなた一体どこへ行っていたのよ。すみません、ご心配おかけしました。大方、プレッシャーに耐えかねて逃げ出そうとしていたんでしょうけど、あなたはただ言う通りにしていればいい。そんな簡単なこともできないの？まあまあ、マリエさん、負傷とはいえこれでも私の可愛い息子だ。お手柔らかにお願いしますよ。こうして戻ってきたんだ。お詫びは後ほどさせていただければ。父さん、僕は。このグズが、こんな時に失踪だと。それがどれだけのお手になるか理解しているのか。すぐ釈明会見を開く。これが原稿だ。体調不良による極秘入院、急を要する容体から奇跡の回復という筋書きだ。それでも健康面での不安は減点材料になる。全開をアピールしろ。ですがそう難しい顔をしなくてよろしい。みんなあなたに期待しているのです。根回しは全て済ませてあります。私の指示通りやれば何も問題はありません。これまでもこれからもな。はい。さあマリエさん、行きましょうか。我々も会見に備えなくては。あなたには多忙な東四郎を支えた献身的な婚約者を演じていただきたい。ファーストレディーになるためとはいえ本当に手間がかかるわね。あ、着替えた方がいいかしら。もっと庶民に媚びた感じの方が。もう一度ここから始めよう。そうだろ、エル。外あったかいな。天気もいいし、もうすぐ春本番って感じだよね。今日もみんな揃ってるよ。コーヒー入れてもらおっか。春日部市には期待していただけに非常に残念ですね。ええ、混迷を極める政界の今後の展開ですが、一体どうなってしまうのでしょうか。そして父の吉木氏と元婚約者安藤氏への取り調べは今後も続く模様で。てか相変わらず盛り上がってんな、政治の話。去年末に続いてまた大スキャンダルだもの。東四郎のやつ、会見でいきなりやりやがったからな。行方不明の釈明のはずが突然の告白の場になった。私に総理大臣になる資格はない。そして父の犯罪を告発するか。ベテラン国会議員の犯罪、しかもそれを告発したのが実の息子だもんな。
まけに婚約者との婚約破棄宣言だ。てんこ盛りすぎだぞ藤四郎。結局藤四郎さん本人も議員を辞職して総理大臣の話も白紙だって。周りめっちゃ驚いてたし、ああいう会見ちょっと去年は思い出すね。この様子じゃ騒ぎはしばらく続きそうだが、藤四郎は約束を守った。あいつの覚悟は本物だったな。まあそうなんだが、あいつにしちゃ大胆にやってくれたぜ。最後にはだいぶ肝が据わってたからな。脇腹は弱いまんまだったけど。バカ正直に正面から行きやがって、心配させんなっつうの。よくわかんねえけど連絡取れねえのか、誠の姉ちゃんとかに頼んで。いや、公安にマークされた俺たちが接触しようとするのは逆効果だ。もどかしいが見守るしか。電話か。お前ちょっと出てやれよ。もしもし、そちら純喫茶ルブランでしょうか。私国会議、いやただの春日部と申す者ですが。おい、春日部って。え、ああコーヒー一つ、砂糖多めで。頼むのかよ。お前藤四郎だろ、大丈夫なのか。その声はモルガナ君か。今は猫の姿なんだろう。猫語で話した方がいいのか。にゃ、バカにしてんのか。これは世を忍ぶ仮の姿だ。だがどうした、みんな心配してたんだぜ。すまない、君たちに迷惑をかけそうだったから連絡は控えていた。ニュースで知ってるだろうが、こちらは大変だ。父さんとマリエさんはその周辺含め間もなく逮捕されるだろう。その報告だけしておきたくてね。そうか、よくやったな藤四郎。僕も連日事情聴取が続いてる。これからまた忙しくなりそうだ。議員を辞めてこの先のことも考えなきゃならないし。一からやり直したい。一人の政治家としてね。僕にどんな裁きが下されるかわからない。軽々しくやり直すなんて言うべきじゃないのかもしれない。それでも挑戦してみたいと思う。立ち上がりたいと願う人に寄り添い、共に戦える政治家になることに。そんなことしたらまた彼女に叱られる。どこかで僕を見守っている口の減らない革命家にな。そうだな、また喧嘩すんじゃねえぞお前ら。名残惜しいがそろそろ切るよ。お店にはしばらく行けそうにないけど、いつか必ずお邪魔させてもらう。それじゃあみんなにもよろしく伝えてくれ。ありがとう怪盗だ。元気で。藤四郎さん、やっぱりまた政治家を目指すんだ。道は険しそうだな。ネットでもかなり批判があるようだが。ボロックソに叩かれてるぞ親子ともどもな。当然ちゃ当然だ、むしろ叩かれなきゃおかしい。どれだけ素晴らしい理想を掲げても選挙で選ぶのは有権者。ゼロから、いえこの騒ぎでかなりマイナスからのスタートね。あいつそれを承知で全部ぶちまけたんだよな。ああ、藤四郎は戦うと言った。それだけ本気だったってことだ。正しいと信じた行動が必ずしも正しい結果となるとは限らない。だがそれでも勇気を後悔せずひたむきに進み続けるか。始まりはどうあれその姿勢には俺たちも学ぶことが多かったな。うん、本当にいつかみんなにも伝わるといい。
いね。二人の思いが。さて、うちらも偉そうなこといろいろ言っちゃったし、頑張んないとね。そうね、東四郎さんとエルに笑われないようにしないと。それぞれの目標に向かって戦っていこうでいいのかな。戦わねばなるまい。まずは金欠による耐え難い空腹とな。やべ、俺も明日の小テストと戦わねえと補習だわ。スケールちっせえな。あんあたりは食欲と戦わねえとまた後悔すんじゃねえ。うっさい。じゃあ私はあんたと戦う。罰としてそのお菓子没収。おーよせ、こぼれんだろ。もうやめなさい。こちらにはカレーを頼む。ま、私もください。どさくさで何言ってんだ。やれやれ、あんだけの戦いしといて相変わらずだよな。ま、そんな我が輩たちが一人の人間を救ったわけだ。我が輩たちが戦いの中で示した意志は間違いなく東四郎たちに伝わった。立ち上がった誰かがまた別の誰かの背中を押す。そうやって革命の火ってやつは受け継がれてくのかもしれねえな。そうだな。こうして次から次へと引っ張り出されちゃ叶わねえ。せめてあと半年ぐらいはのんびりしたいもんだぜ。さて、こうしてられる時間も長くねえんだろう。みんなにコーヒーでも入れてやれ。とびっきりうまいやつな。These words I spell out in my heart. Hope they will reach you far away.吹き抜ける
しくお願いします。追いついた。待ってた。